当にスポーツをやるのか。くっそ、倒さねばならん。Huh!
ユリア様が愛した男、もう間違いはなさそうですな。これで我らもようやくお役御免ですな。李白さん、どうしてあの二人を戦わせたのです？あの男は一度レイと同じ南都政権の使い手シンという男に負けています。そしてユリア様を奪われた。ユリア様を守りきれなかったのです。復讐は果たしたようだが、
ケンシロウのもとにユリア様が戻ったとして、ユリア様をその後も守り続けられる器量があるのか、この目で確かめたかったのです。ユリア様の従者として。そうだったのですか。キサナ様、あなたにはご迷惑をおかけした。眠っているユリア様のこと、そしてケンシロウのことをお願いします。我らはエデンを出て外界の動きを探ってまいります。ユリアさんが元気になったらまた戻ってらしてください。おそらく戻らないでしょう。ユリア様が幸せである限り我らの出番はありませんから。では。ケンシロウさん、あなたはもしかするとこの時代を照らす光なのかもしれませんね。ならばあなたに私の知っているすべてをお話ししましょう。